はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、なんていうのこの開始の画面がさ、言ったらありきたりなさ、画面だからさ、すげえ何やったか忘れたんだけど、そう、この画面からだいたいいつも思い出してんだけど、これ汎用性高すぎる画面だからさ、何やったかって言われたら覚えてないんだよな。まあ、とりあえず前回、前々回かなで新しい証拠をつかんで、で、一応指紋がついてますよとか、そう、あと、これまとめてないわ。あと、このなんか睡眠薬の痕跡がありましたってのが分かったんだよな、前回は。やっていこう。これより荷物三郎の法廷を開廷します。検察側は準備完了しております。ちょっとやばい弁護側も準備完了しています。今日は審理の最終日になります。検察側弁護側とも決定的な証拠の提出をするように。では三連検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で弁護人によって新しい説が提示された。殺人現場は実は第二スタジオだったという。本日は実際にコテージにいた人間を証人として呼び、その事実関係をはっきりさせたい。ふむ、わかりました。みつるぎのやつ今日はちょっと控えめだな。あれじゃない、だからヤクザに買収されたいの。大丈夫、ビビってんじゃないの。では証人を呼んでいただきましょう。事件当日、第二スタジオのコテージで会議をしていた姫神さくらプロデューサーを。来たね、怖いぞ。証人、名前と職業。姫神さくら、撮影所のプロデューサー。証人は事件当日、第二スタジオのコテージで。そんなことはみんな知ってるでしょ。あ、余計なことは嫌い。どうしてもやりたいなら私抜きでやりなさい。では証人、事件当日のことを証言してください。なるほど君、この人が犯人なんだね。あ、そうさ、絶対尻尾を掴んでやるぞ。あ、そっか、分かってないのか。まだ正午の少し前、第二スタジオのコテージに入ったわ。うん、会議が始まったのは正午、終わったのは4時。それからリハーサルがあるから第一スタジオへ。そう、疲れてたからうざいに運ばせたわ。会議の休憩は2時半から15分だった。うざいと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。第一スタジオに行って、そこで胃袋の死体を見つけたわけ。そんなところね。今んとこないよな、別にそんな、いや、おかしいよっていうとこはないよな、多分。証言で一つだけ気になったことがあります。疲れていたから無罪に運ばせたというのは。まあ、そうだよね、裁判官、これも気になったわ。車。はあ？ライトバンがあったでしょ、第二スタジオ。ありました。あれ、無罪に運転させたの。サルマゲドンの首もあって危なかったし。お、ライトバン見てないんだよな、中身。なあ、なるほど。では弁護人、尋問を。最後の勝負だよ、頑張って。ちょっと、久々だと慣れないな。正午の少し前に第二スタジオのコテージに入ったわ。まあ別にそんな噛みつかんでもいいかな。でもどう、まあ、ちょっと聞いてみようか。でもお一人で。そう、スタッフエリアには顔を出さなかったんですか。そう、会話は弾みませんね。そう滑舌が悪いな今日、やべえ。その間席を立った人はいませんか。いないわ。ちょっと怪しくないですか。ちょっともっと喋りましょうよ。証人はおしゃべりをしに来たわけではない。
証言の邪魔をしないでもらおう。あなたもよ、ケンジさん。むやみに机を叩かないで、耳障りだから。そうだよ、うるせえんだよ、机叩くんじゃねえよ。リハーサルガルガルとあいつたち、まあこれも別にいいかな。これでもさ、ちょっと変わるよね、さすがに。ちょっと待ってください。いやもう一夜一夜、ほらもう、なるほど、バカかお前。突っ込めよ、裁判官のことを踏まえた上で突っ込めよバカ。もうなんで進展ないの。進展できるでしょ普通。さっき裁判官との話の中で、この運ばせたっていうのはこういうことだって言ってましたけど、実際どういう感じだったんですかとか、そういうこと聞けよお前。なんで運ばせたって同じこと聞くなよ、時間の無駄だろう。子供は一緒だな。ちょっと聞いてみようか。その時間は何を。いやまあだけど飯だって。飯、あ、休憩した時間は15分。うざいと一緒にコテージの前で骨付きステーキを食べていたわ。それを証明してくれる人はいますか。うざい。いやその他の 人たちは十分でしょ、一人いれば。事件が起こったとすれば、当然ステーキなど食べている暇はない。ステーキを食べていなかったという証拠はないかな。なるほど、どう。もう少したくさん喋ってくれるとありがたいんだけど。相手はやり手プロデューサーだもんね。でもきっとどこかに矛盾があるはずだよ。食べていなかったという証拠、食べていなかったという証拠。ああ、睡眠薬の痕跡ある骨だったんですけどってことかな。スタッフエリア、あ、スタッフエリアで飯食ったんだっけこいつ。あのコテージの前だな。なくねえ、スタッフエリアでしょこれ。殿様メモリーでしょ。コテージの前で食べ、骨付きステーキを食べていないという証拠はないかなでしょ。これスタッフエリアなんだよな。ちょっと待てよ。一応聞いたやつ聞くか。じゃあ一応それは何時頃ですか。忘れたわ。いやちょっとせこくないお前それ。なんか黙秘権みたいな。思い出そうとする勇気はないんですか。ないわ。会議が4時に終わり、リハーサルは5時からだった。おそらくその間だろう。おそらくも何も、そんなの当たり前だろうが。疲れたことで運ばせた。滑舌が。あれちょっと待って、どこに矛盾があるんだ。これ聞いたっけ。あー、これ聞いたな。聞いてないな。いないわ。あー、喋ったっけごめん、忘れちゃったもん。リハーサルガルガルとあいつたちを言ったね。疲れたから運ばせた。骨付きステーキを食べてないという証拠。骨付きステーキを食べていないという証拠なくないですか。買ったという証拠、カメラ、なくないですか。ちょっと待って、もう一回、もう一回ちょっと聞いていい。じゃあこれで、ステーキを食べていなかっただから、休憩時間内で他のことをしてたでしょっていうことを証明すればいいのか。2時半から15分、2時半から15分。
2時半から15分。ちょっと待てよ。ちょっと待ってね。だってさ、このステーキ屋ってスタッフエリアじゃん。スタッフエリアだったらさ、こいつら食ってないじゃん。だって安定して、いやこれ関係ないな。食べていないという証拠、食べていないという証拠なくない？だからさ、まあ一番わかりやすいのはさ、なんかステーキを食べていたなら別に眠くなるんじゃないかみたいな、睡眠薬の痕跡があるからさ眠くなるんじゃないか、でもあなたは眠くなってないみたいな感じで行くのかなと思ったけどさ、このステーキのさ、スタッフエリアなんだよね。あのコテージがあった場所じゃなくて、スタッフエリアだ、スタッフエリアだからさ、なくね？ステーキを食べていなかったでしょ、だって。一応ぶつけてみるか、じゃあ。いや、絶対違うけどな。証拠足りないとかないよね、別に。だって。ステーキを食べていなかったという証拠。うざいから別になんか証拠もらってないんだよな、特に。2時半から2時半。15日の2時半。槍状の凶器で胸を伝えないから、もう2時半から休憩でしょ。もう失敗したくない。でもさ、ごめんね。多分このステーキの皿は、まあ、スタッフエリアだから多分違うんだよ。ってなるとこれしかなくない？これ。違うわ。ほら、もうやめて、もう。ちげえよ。わかんねえ、もうステーキ食べていなかったっていう証拠がさ。ちょっと待ってよ。じゃああれぶつけてみる、皿。皿もダメだったらもうないんだけど、俺。これの発想じゃ出てこないわ。待って、ミスった。もううぜうぜ、ミスった。ちょっと待ってよ。これか。よし。でも、これしかなくなって、ステーキってもう。これでいいの？でもこのステーキスタッフエリアだよ。なるほど、これスタッフエリアだけど大丈夫これ。骨付きステーキを食べていた。しかしそれはおかしいんです。どういうことですか？これを見てください。皿ですか？これはスタッフエリアのテーブルにあった皿です。ご覧のように大きな骨が残っている。当然だろ、骨付きステーキなんだから。そう、当然です。しかし思い出してください。なかったっけ？コテージの外にあったテーブルの上を。覚えてないよ。なるほど、そんなの毎日やってるわけじゃないんだから、動画毎日ゲームしてるわけじゃないんだからさ、覚えてないよ。2日3日前だよ。このテーブルの皿の上には骨は残っていない。お、いい顔してんね、姫神さん。もし骨付きステーキを食べたのなら当然ですが骨が残ります。つまりあなたは骨なしのステーキは食べなかった。まあまあ、これだとちょっと面白くないもんな。相手をなんか擁護する形になっちゃうから。あなたは休憩時間中ステーキは食べなかったのです。ステーキは焼却炉にでも捨ててしまったのでしょう。では姫神さんは休憩中何をしていたと決まっているじゃないですか。殿様に会っていた。うざいをいじめていた。まあこっちでしょう。もちろん殿様に会っていたんですよ。ごめんな、滑舌が悪くて。静粛に。まさか。その通りです。お、新しいカット。ステーキを食べるためコテージを出た姫神さんは、
殿様に出くわしたのです。そしてあなたは彼を殺害したのです。その手で、え、図星なのそんな分かりやすい態度する、大丈夫か。エベゴニン、その発言は問題が。どういうことだ。なるほど、君は。構わないわ、私がやったと。はい。面白いわ、久しぶりに退屈を忘れられそうね。いいわ、これからあなたと私の知恵比べといきましょう。お、かかってこいよ。お前受けて立つぞ。ナルト君、しっかりね。ちょっとお前調子悪い、ちょっと待って、ごめん。ナルト君。そうね、確か凶器はトノサマンスピアだったわね。はい。私見た通りか弱い女よ。こんな私が重いスピアを自由に扱えると思って。いや、まあ軽いって言ってたじゃん。だって不可能ではないでしょう。不可能ではないかもしれない。お黙りなさい、私が話してるの。ぐぐ、どんどんあれだな、あの回を重ねるごとにさ、この三つ剣がさ、どんどんポンコツになっていくよな。被害者は胸を正面から刺されているわ。つまり被害者は犯人に気づいていたということでしょう。父様の着ぐるみは軽く動きやすくできているわ。腕力も走る速さも全て負けている私が被害者とまともに戦って勝てるわけがない。しかも写真が示している通り、そのスピアは被害者自身が持ってきたものよ。私が彼からそれを力ずくで奪ったとでも言うの。そう。そうだぞ。なるほど。それでもやったと言うなら、その証拠を見せたまえ。なるほど君。ちょっと、調査員やべ。トノサマンスピアのデータをちょっと見てみて。はい。はい、俺も折れてます。ああ、あれか。だから、あれじゃない、トノサマンスピア2個あるんじゃない。気になることない。トノサマンスピアのデータ。あ、どうしました弁護人。 すいません、さっきの発言を取り消します。仕方ありませんね。しかしペナルティは受けてもらいます。失敗なの。とにかく話を戻しま…あ、違う、とにかく話を戻しましょう。使うことができたかどうか、そんなことはこの際関係ないんですよ。あれか、負けイベかな。どういうこと。凶器はトノサマンスピアではなかったんですからね。な、何を言い出すのですか。スピアは死体のそばに転がっていたのですぞ。証拠をお見せしましょう。トノサマンスピアが凶器ではないという証拠。え、これですか。じゃあ証拠は言うまでもなくこいつですよ。まあでも刺したら確かに折れるわけないもんな。凶器そのものだと。いいですか、午前中の打ち合わせでこのスピアは一度折れている。折れたスピアを修理したのはおばちゃんです。ガムテープでね。そんなもので分厚い着ぐるみをつけた被害者の胸を刺せるわけがない。静粛に。弁護人、どういうことだ。自分が何を言ってるか。お黙り。私を無視しないこと。かわいそうだな。どういうことかしら。自分が何を言ってるか分かってるの。トノサマンスピアが凶器じゃないというなら、一体胃袋はどうやって殺されたというの。どうです、胃袋さんを殺害した凶器を提示できますか。それ提示できなくない。それは、この槍かな。
事故でさ、その前の事故でさ、この花壇のやつにさ刺さって死んだわけじゃん。ってことはさ、これをさ使えたわけじゃん。提示してやろう。じゃあできなければこんなことは言いません。いつもだからうさんくさいほどの自信ですね。では示していただきましょう、胃袋さんを殺害した凶器を。この写真でいいかな。あ、いけたっぽいな。この写真を見てください。なんですかこれは。階段の上にいるのは胃袋たけしですか。静粛に騒ぎが収まらなければ審理を中止しますぞ。弁護人、どういうことですかこれは。今から5年前、撮影所で不幸な事故がありました。見ての通りの事故がね。このことは一切外部には知らされなかった。8だけの秘密だったんです。それが今回の事件と何の関係があるというのだ。三剣源氏、まだわかりませんか。階段から転落して鉄柵で胸を刺されたこの男を見て。ああ。なんということだ。この事故があったのは今から5年前でした。それと同じことが再び起こったんです。はあ、なるほどね。太郎君、続けなさい。事件のあった日の午後2時半、姫神さくらはコテージの外で胃袋さんと会ったのです。そして彼女は故意か事故かは分かりませんが、胃袋さんを突き落としたのです、鉄柵の上に。5年前胃袋さん自身がそうしたように。つまり被害者は胃袋たけしは自分が人を死なせてしまった、そのやり方で今度は自らの命を落としたというわけか。そういうことになりますね。よくできた話。その出まかせの際のうちの脚本家として欲しいわね。何か反論がありますか。いい、あなたの言う通り胃袋がコテージで死んだとしましょう。でも実際死体は第一スタジオで見つかったのよ。悪代官の着ぐるみの中からね。死体を第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。そんなの休憩時間の15分じゃ絶対に無不可能。一体私はどうやって死体を始末できたというの。コテージでは2時半から15分だけ休憩を取った。その間に胃袋たけしを階段から突き落として殺害して、第一スタジオに運んで着ぐるみの中に入れる。確かに時間的に無理があるな。確かに。いかがですか弁護人、死体の問題については。何それ、移せたかどうか。それは厳しい。ライトバン使う。会議用材が運転して姫神第一スタジオに運んだ。これ見つかったのは何時だっけ。これ死体見つかったのは何時だっけな、覚えてないな。確かに無理がある。やればできる他の方法があった。他の方法って何これ。他の方法って何、他って何、他って。お、死体を運び出す方法が他にもあったらどうでしょうか。どういうこと。何も無理に全てを15分に収めることはない。あなたには死体を運び出す方法が一つだけあったのです。いいわ、聞かせてもらいましょう。では弁護人、示してもらいましょう死体を運んだ方法を。車じゃないの。車しかなくないだって。あ、正解か。一旦降ろうかな、ここで。
ごめん、時間どれぐらいかを忘れちゃったけど、これぐらいで一旦終わるわ。ごめん、じゃあ、あざした。